会議には100人規模の待機児童を抱えている東京、大阪、兵庫、沖縄の14の市区長が出席しました。市区長は保育士のなり手や保育所を作る土地が足りないなどの問題点を挙げ、国に対策を求めました。このほか、育児と仕事を両立しやすくするために育児休業を取ることができる期間を延ばしたり、時短勤務のあり方を見直すべきといった意見も出ました。待機児童の数が4年連続で全国で最多だった世田谷区の保坂区長は、子育てがきちんとできて、なおかつ仕事ができるという仕組みを作ってほしいと訴えました。